ネスト。回転かこれ。はいはいはい。わかんなくなっちゃった。なんか来てるわけじゃないよね。何も来てないよね。いやー、やばいってもう。もう嫌でしょ、これ。どうなってるのかわからなくなってきた。で、中の子に右を向いてもらって前進で、中の子に左を向いてもらって、中の子に左に歩いてほしいから、これを前進して、右を向いて前進を続けて、左を向いてもらいたいから左を向い、どうなってる？これは変だな。そこにあるからそれを踏んでもらって、したら、一個前に出たいんだよね。だから、あれを踏んだら、一歩下がって、前行って、下がって、左向いて、どこだこれ。前行って、中の人が左を向いたので、前を見て、前に進んで、中の人に右を向いてもらうために、右を向いて前に進んだら、一番奥が右を向いているはずなので、まっすぐ行って、右を向きたいので、右を向いたら、まっすぐ行って、もうこれ以上あったらやばいな。したら右を進み、左を向き、嫌な感じがしないかこれ。
いや、これ以上やれない、かわいい、やらないでやんじゃん。これ以上やりたくないじゃん。わかるわけないじゃん、こんなの。進んでないね。進んでないね。なんでだ？ピンク色の座標が何も起きてないんだ。ピンク色の座標って今どこにいるの？ピンク色の座標を前後させないといけないんだよね。タンタンタンでしょ？そしたら、戻る。青色に戻るを命令するために戻る。で、もう一回前に行く。わけわからん。カーブだけど、次ピンク色にカーブを入れたいので、まず手前の青色を、こうすると中のピンクが左を向いて、そしてピンクを前進させたいので、青色を、の部屋、青色を前進。これでピンクが一個入ったので、青い部屋を交代させたいから、どうなった？ピンクの部屋は何が起きてる？ピンクの部屋はピンクの部屋を何したいの次？左に傾けたいのか？からこっちの部屋をこっちにしたら、ピンクの部屋が、この状態から、これでまっすぐで、なんか間違えた。したらピンクを左に入れるので、ピンクを左に入れるということは、ピンクの手前の青色で左だから、これをこうすると、で、一個前、これでピンク左向いたので、戻る。そうすると、こうなるのに進める。
この状態が一番意味わからんかもしれん。したらピンクを左に入れたいから、違う、これを左に入れ、前進する、ピンクが右、右でいいのかに入ったら、まっすぐ行きたいけどピンクがずれちゃってるので、ピンクがずれちゃってるのでピンクの位置をそのまま交代したかったんだよな、そう、さっき。だからこうしたらピンクは前進できる状態になってるので、待ってね、うち、あっち側を戻して、合ってるこれ、やばい、一回歯車が崩れた、わけわかんないことになった。うち青色を今脳みそが止まったわ、青色を右一歩ずらさないといけないから、青色を左を向いて後ろを向いてほしいから、青色に後ろに動けっていう命令を入れたいから、でインクを前進したら、インクを右に見たいので下の青色のラインを右側に移動、バック、このバックを忘れてさっき偉いことになったね、前進、わけわからんなりに進むもんな、まあ進むしかないんだもんな、ピンク色がバック出るまでできて、わからんて、これでインク色を右に回転させたいので手前の青を右側に移動、戻る、そうするとピンクを1個進めることができて、戻る、ピンクを1個戻す、そしたらピンクを左に曲がりたいので左に曲がる命令を順次ネスと、戻る、まっすぐ、もうちょい次あんのか、オッケー、したら右向くだから右向いた命令を送り、左向く命令を送る、ずれてる、インク色を左に傾けないといけないから、こうして、したらピンクを前進させてから、右を向ける、まっすぐ、左を向かせる、押
下、戻す、右を向かせる。まっすぐ、どうなる？ある！もう いいだろう。マジで言ってんの？もう良くない？え、実際どうなの？これ以上やってなんかあるん？ここまででいいんじゃねえかな。ここまででいいんじゃねえかな。このゲームのなんかコンセプト的に終わらない気がするけどな。ちょっとゲームページを見てもいいですか？ネストのゲームページ。うん。データが消えてる。見つかりませんでした。ってことで、ここまでにしようかな。えぐいね。えぐいゲームでした。過去にも似たようなゲームはやりました。タイトルは思い出せないですけど。なんか操作をするみたいなのが、40ぐらいになってネストしてるやつがあった。それは 2D だったからわかりやすいけど、3A になると、まあでも根本的なことは同じか。これなんでそうなってるのかがよくわかんないまんま、なんとなくなってるから動かせるよねっていう感じになるから、頭の中混乱してくるんだよね。まあ、1回ぐらいはこういうゲームをやっといてもいいんじゃないですか。お疲れ様でした。